早稲田大学文化構想学部2023年の英語の講義をやっていきたいと思います。文法入問題はまあむずいよ。これは文脈で解ける問題っていうのは解けないといけないんですよ。やっぱねレベチ全然違う。まだ始まりました、むてつチャンネルです。さあ今回はやっていきましょう。早稲田大学文化構想学部2023年の英語の講評をやっていきたいと思います。いよいよ始まりました。今年も早慶なんですが、やっぱね文化構想はきついかね。全体としては空所補充問題は優しめなんだよね。これでね難しいと思いますよ。難しいけど例年に比べて難しい問題が少ない。全問正解者も出るね今回は。ただレベルは高いの入ってますよもちろん。内容一致に関してはまあやっぱできて欲しいかなと思うね。短いやつは簡単めというか、まあただ知ってるか知らないかも出ちゃおうかな。やっぱ C でしょうね。 C がどれだけできたかじゃないかな。 AB はできちゃうよね。で文法入問題はまあむずいよ。これは今年に関しては内容というより形で攻めた方が得だったかなと思いますね。やっぱ同じ形が空所の前後にいるじゃないですか。そこを使って解いていく。まあ宗教系の単語なんで文化構想としては知っておきたいものも多いんだけども、無理じゃんこんなの内容として。わかるわけないんで、代名詞指示詞だったり指してるものを、そして同じ形を使って解いていく方が無難だと思います。それで埋められるところをちゃんと埋めるって感じかな。で会話問題に関しては優しめです。これは全問できないといけないと思います。だいぶ優しいから。で最後の一文要約は言い換えがどうなるか、まあ自分自身が言語学やってるんで知ってるんで、このエスキモーっていうのは雪を表す言葉がたくさんあるんですよ。生活に重要なものっていうのはたくさんの単語ができるんですっていうのは載ってる教科書あるんですよ本当に言語学の。でもそれは嘘だっていうのも教授から習ってるんで自分自身だから知ってるんですよ内容なんで。その分楽だったけど文法入がむずいかな。文章のレベルが異様に高い。では行きましょうか。まず最初の空所補充、スティーブン・ホーキンですね。出典見なくてこう読んでて、あこれスティーブン・ホーキンの話じゃねと思ったらやっぱりそうだった。知ってるんですよコロケーションを。こういう風に使う、この単語とこの単語は相性がいいっていうのを知ってるので、その分早く解けるんだけど習わないしさきついよね。最初が Wonder of Discovery です。これは触れてるから何度も聞いたことある表現なんでできますけど、やっぱむずいよね。まあやっぱ消去法でやっていく、まさに A の選択肢がイルミネーションですね、消去なんですけど、それでやる必要。次は Laws だから法則だから Fundamental Laws ですね。これはできてほしいかな。 Forbidden Laws はおかしいでしょ。で次は Understand と並んでるから Appreciate いけてほしいかな。理解するっていうのはほらよく習うじゃないですか。で次で Unity ですね。これは絶対できなきゃダメです。あの文脈で解ける問題っていうのは解けないといけないんですよ。だから空所の前に We see ourselves as a whole とか全体で見るとか、後ろには And not the division ですね。分けられるんじゃないんだから、その逆 Unity を選べなきゃいけないんで、これはできないといけない。で次が私がね和製語の授業で話してたやつっていうね、Compelling、 説得力のあるって言って、これ非常によく使う表現だから早慶だと覚えとかなきゃいけないって言ったやつです。 TOEFL のライティングとかでも非常に使えるやつです。出ましたねちゃんと。本当だってついこの間収録した授業のやつだったもんね。で次がイミディエットアクション。これはよく使うね。トイックでも出ます。イミディエットアクション。すぐに行動。で、次は難しい。Rise to the challenge ね。うまく対処するっていうやつなんですけど、まあ、消去法と、あとはまあ、そのチャレンジに向かっていくのかなっていうね、イメージで解けてほしいかなって思いますが、やっぱり多くの英語に触れてないと難しいよね。次、ホメオパシーですけど、ホメオパシーっていうのはどっかで出たことあるんだよね。入試問題で見たことあるんで、内容知ってる分有利なんですけど、自分自身は。プラシーボに似てるんだよね。偽薬に似てて。プラシーボもよく出るんで。で、それがどういうものなのかっていうのを説明したやつです。で、最初がブックでその説明されてるんだから、フォーマライズっていうね、公式化されてるっていうか、説明されてるんだよね。で、Q は絶対できなきゃダメで、サバイブドって書いてあるから、前に、サバイブドアンテルデステイって書いてあるから、生き残ってるにあたる、サバイバルにあたる単語が入るなっていうのも、空所見た時にもう分かってるんで、自分自身。だから、パーシステンスでね、パーシストはずっと続くでしょ。で、次が、repeatedly come, cool, run, conflict with って来てるから、come in conflict with だなって思ったんですね、自分自身は。じゃあ選択肢なくて、into だってなりました。これもやっぱね難しいけど、触れてる人は知ってるんだよね。何度も見たことあるんで、やっぱりそう早慶の英文いっぱい見てるからなんだよねやっぱね。で次が It's validity。 そうですね、そのホメオパシーっていうのが本当にちゃんとしてるものなのかっていうのはコントロバーシャルなんですよ本当に。今でも言われてる。
で、次が dismiss。これもね、やってるわ、セコで。dismiss A as B。今回ね、A as B の形とりあえずめっちゃ痛い、本文中に。で、A イコール B、ダメだと思って捨てるって。これも私が絶対トフルのライティングで書くやつなんですよ。で、あ、まあ、as離れてたもんね、しかもね。で、次が sickness。sickness、逆に、そのホメオパシーっていうね、自然治癒のなんかこう、水みたいなの飲んで、で、治るんだと思ってて、良くない方に行っちゃうこともあるってことなんで、the prolongsickness ですね、はい、病気を長くしちゃうって言って、で、そういうことやっていくと、subverting ですね、science and scientific method。だからこれ、転覆するとかってね。で、知ってるんで、subvert っていう単語を。でも知らないよね、普通ね。っていう感じです。だから単語のレベルが高い、やっぱり。本当に、全然レベルが違う。だから今までこうね、マーチの問題とか、カンカン同率やってきてね、で、難しくなりました、すげえ激ムズです、とかっていう声を聞きながら読んで、いやもうそういうと比べたら全然簡単なんだけどなって思ったんですよ、たくさん。やっぱね、レベチ。全然違う。単語のレベルがね、もう桁違いだよ、総計が。マーチまでは本当にどこでこんな簡単な英文って見つけられるんだろうって思う。どうやったらこんなのあるんだろうって思うんですね。で、入試問題しかやってこないと、それが普通だと思っちゃうじゃないですか。でも普段英字新聞とか読んでる人からすると、総計になって初めて、あ、普段出会う英語って感じなんだよね。やっぱそこが違う。で、短いやつ言って、喋る方に引っかかっちゃダメだよね。知覚っていうのに注目して読まないとかなりきついかな。Our knowledge of the world is not always equivalent to our perception of it. 私たちっていうのは、その知覚してるものっていうのは、実際知ってるものとは必ずしも同じじゃないって、太陽が出て沈むっていうのは、地球が回ってるだけなんだって、知識としては知っていてもそうは見えないわけじゃないですか。っていうのが書いてあるしね。次は perception involves the process of coordinating our connection to what is around us。 そうですね。だから知覚っていうのはこれもよく出るトピックなんですけど、私たちは周りにあるものとの関係性で生まれるものなんで、客観的に見るとかっていうのはないんでね。まあこれも認知科学もやってたんで、私はよく知ってるトピックです。はい、次面白かったね。 B は smart っていうものをね、その昔は賢いだけだったけど、今いろんなものに smart っていうのが使われるっていう話だったよね。すごく使われる量が増えてる。最初がまあ、A でこれめっちゃ確認したよ、数は本当に合ってんのかなって言って、でもこれも早稲田の授業で言ってるんですけど、去年取った授業で言ってる気がするな。何々フォールドって出たら正解に関わりやすいから、だから2フォールドがダブルに言い換えられてますね。だから3フォールドがトリプルに言い換えられてるじゃないですか。これね、狙われやすい。フォールド知らない人が多いからですね。で、次がスマートっていうのがどういう風に変わってきたか。desirable quality なんですよ。そう、望ましいもののことをスマートっていうようになったわけですね。だからスマートディシジョンっていうのも、まあ賢いディシジョンなんですけど、悪くはないもののことを指すっていうのになってってんだよね。だからいいものみたいな。だから最後の題名、how smart took over from just ですね。just から取って変わったっていうのが、だから書いてあったじゃん。not just the right thing to do っていう、その just なったものが、it's the smart thing to do。 そう、smart っていう言葉、just the right っていうものが smart に変わってるってね。で、これさ、ABAAB でしょ？よくあるんだよね。前半に偏るっていうこと。結構ない。文文化構想の勘違いかな。結構あるなっていつも思うんだけど。で、次のやつ面白かったね。ダニン・クルーガーエフェクトでした。面白かった。これでさ、語学の上達に当てはめるとさ、めちゃくちゃしっくりくるんだよね。で、まぁ、順番通りに答えの根拠も出てきてるんで、そこは楽でしたね。ノット問題もあるけど、まぁ、矛盾点パッと見つけられるんで。The Dunning-Kruger effect っていうのは、Those who are less knowledgeable about something also think there isn't much to learn about it。知識が少ない人の方が、そんなにやることないっていうふうに思う。ここだけだとね、わかりづらい。確かに。まぁ、書いてあるから、解くことはできるんですけど、後々読んでいって意味がわかりますね。その先にネタバレとして言っちゃうと、知識が少ない方が上達するのってほんのちょっとのことで上達するんですよ。で、あ、ってことはこれで上達するんだったら同じようにサカサカサカっと上に上がってくんじゃないのっていう風に勘違いしちゃうんだよね。でも英語でもそうですけど、極めようとすればするほど道のりの長さに気づくんだよね。だから日常会話ができるようになるなんてパッと行くんですよ。でもそこからネイティブの人とディベートするとかになると非常に長い道のりが待ってるわけですよ。そう、できない人ほど簡単だと感じやすいっていうね、あるよね、普通に語学で。はい、次は What did the test subjects have to do in the experiment that originated the term Dunning-Kruger effect? ですから、はい、これは実験したので、何やったか。まあ、これ、多学部でもよくあるパターンですね。They were tested on humor and logic and then had to guess how good their results were って言って、テストして、で、どれぐらい正確だったかっていうのを予想するんだけど、ほとんどの人は全然違ったって書いてあった、ね。で、次は According to the text, which of the following phenomena does not occur in the early stages of learning a skill? ですね、あるスキルを学
んでる時に怒らないのはどれって言って、これは C が矛盾してるんで簡単だったね。 You're more likely to be laughed at by others 他の人にバカにされる because of your incompetence or funny mistake 能力がなかったりとか funny mistakes まあそれは怒るだろうけど実生活では本文には出てないですね。本文にはむしろ they don't want to hurt your feelings ですからあなたの気分を損なわないようにって言ってたから逆だなってわかる。他もバッチリ出てるしね。次が23が What happens as you develop your expertise in a particular task が B で You need more and more time to reach the next recognizable stage of development そう進んでいけば進んでいくほど次が遠い次のレベルにステップアップするのが難しいってなってきますね。英語も同じです。次 Why does the author recommend us to eat some humble pie at the end of the passage こういうね KOSFC とかでよく出るパターンですけど比喩ねが出てその比喩を予想するやつですが答え D Because to improve we must always be aware of our limitations even if that is painful そう苦しくてもリミテーションにちゃんと気づかなきゃいけないよそうちゃんと成長しなきゃいけない。だから compare and contrast って書いてあったから比べていってちゃんとできている人たちを見てで成長していくっていうことです。でちょっとね C とかもね選びたくなっちゃうよねって思った。AB はすぐに切れると思うんで屈辱に甘んじるとかっていう意味なんですけど、ハンボパイっていうのは下の身分の人たちに与えられたパイだよね。で、はい、次、文挿入ですね。最初が B は、heresy ですね。これ、異端ってやつなんだけど、これが、worship of the true god って書いてあるんで、その前に、the wrong god が出てるじゃないですか。the worship of the wrong god っていう風に、同じ形があるので、もうそこで一発で解かないといけない。で、26はむずいと思う。だから飛ばしていっていいと思います。残していって。で、まあ、H が、the history of European culture って書いてあるから、the history of religion と前の形つながるじゃないですか。だから似た形でつながるっていうのが、2連続で出るんだよね。でちなみに27の前の空欄の前のところにヘラシーって出てるんですよ。だからヘラシーってもうすでに出てないといけないんですね。だから25か26に入ってないといけないよこれ。で D も同じ形で出るじゃないですか。 It could also be opposed to って書いてあるんでその前に could be opposed to っていう風に出てるんで同じ形でいけますね。だから3問連続同じ形で答えが出るんですよ。で28の前には The term っていうのが出てきて The term があるんだよね。で29が G まあ such traditions っていかないといけないけどまあこれがきついかなと思った。でそれよりは30や31が時間に関してなんで E の in this period とか at the same time it vigorously resisted とかっていうのが行きやすくて previous centuries とかもあるんで時間関係の表現が出ててでその後に in the era っていう風に続いてるじゃないですか。で何世紀っていうのも出てるんで EA の方が行きやすい。最後に29かなって思った意味で解くんだったら。はい、いやむずいと思いましたよ。時間かかったもんだいぶ。はい、それに対して、サカサカサカッと入れられるのが今回の会話ですね。エクスパーツが来てる。で、天気について話してるから、このミテオロジカルっていうのがいけます。気象学。いや、総計な知らなきゃいけないと思うんですよ。で、次が、hottest day on record ですね。これもめちゃめちゃ重要表現ですね。はい、記録的に一番暑い。で、次は後ろ ING 来てるんで、もう keeps しか入らないですね。動詞が入るって分かってるんで、そう、品詞で考えたってすぐ分かるもんです。keeps getting hotter and hotter。で次が most 来て reputable ですね。有名ですごい人じゃないですか。だからサイエンティストとつながる。most ついてるからね。これさ、ここにメテオロジカルまた入れちゃダメですからね。ほとんどのっていう風にやっちゃダメ。で次は livestock 後ろに来てんで、はい、育てるの raising を入れればいいね。次が climate change なんか起こってないよっていう人たちだから deniers でしょ。で次は makes you wonder。これ簡単ですね。SVOC の形取れるんだから。原型取れるのは make。ここに wonder いるわ。会話は簡単でした。で次が The common belief that Eskimos have many words for snow shows that って言って、それがまあ嘘なわけじゃないですか。そう嘘なんだけど Rescinded とか知らないよね。それが撤回されるのは難しいってやつですね。 The false legends っていうのは撤回できない消せないとかただただこう私たちがそうであってほしいと思ってるものっていうようなことを書けるといいですね。ただまあ15なんで、ね、難しいよね。だ私たちが信じたいと思っていることは取り消せないみたいなね、まあ、そんなような形でうまく書ければいいですよね。いやむずいと思います。まあよくあるんですよ言語学でも。お米、そうそう、タイではお米を表すものが多いとかさ、途中出てくる具体でも分かんないよね。 Colorless Green Ideas とかね、チョムスキーの有名な言葉なんですけど、意味をなさないものでも文法的にこれが正しいっていう風に私たちは認識できるね、だから文法と意味は違って考えるんだとかっていう、そういう話出てくるやつなんですけどね。どうだったでしょうか。受けた皆さんお疲れ様でした。やっぱり早稲田はレベチすごく思った。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。